ジェケマルです。ということで皆さん、突然ですが皆さんは夏祭り行ったら何を買いますでしょうか。ジェケマルはかき氷だとか、あとはジャガバターとかですね、いろいろ買うんですけど、やっぱりねたこ焼きが大好きなんですよね。夏祭りといえばたこ焼き。ということで本日はですね、こちら現在青鬼オンラインは宇宙シーズンですね。こちらの宇宙が開催されておりますが、なんとですね青鬼がこちらの巨大なねタコ型宇宙人鬼が出現するんですよね。ということで本日はですね、このタコ型宇宙人鬼を石像で閉じ込めて、このね今使っているファイヤーマンの火の力を借りてタコ型宇宙人鬼を燃やしてですね、その燃やしたタコでたこ焼きを作っていきたいと思います。イエーイ。ということで結構ねツイッターでも YouTube のコメントでもあったんですけど、たこ焼き食べたいですっていうコメントがたくさんありましたので、今回はですね私ジェケマルがリスナーさんのためにこちらのですねタコ型宇宙人鬼を閉じ込めて捕まえてたこ焼きにしてですね皆さんにお裾分けしていきたいと思います。こんだけ大きかったらさ、食事の1本2本ぐらいね取っても大丈夫だと思いますので、はい、それではですねこちらタコ型宇宙人鬼を捕獲していきたいと思います。それではやっていきましょう。でですね、石像があるマップじゃないと閉じ込めることができないので、もしねこちら石像じゃないマップになってしまったらカットして石像のマップにしていきたいと思います。それではやっていきましょう。いや結構ねこの撮影前にもですね4時間ぐらいやったんですけど、1回もねこちら閉じ込めることができなかったんですよね。なので今回のね動画の2試合で閉じ込めることができたら本当にすごいと思うんですけど、はい、ジェケマルっていう人がいますね。よっしゃ、お、え、ジェケマルが3人いるんだけど、マジでなんだこれ。いやこれで石像のマップになったら神だな。はい、ということで、うわー石像のマップじゃなかったんですけど、これはこれで遊んでいきましょうか。はい、ということでさあジェケマル2人に会いたいですね。まさかの3人ジェケマルがねマッチングしてしまいましたね。まあでもいっか、最初ね、このタコに食べられていきたいと思います。皆さん見てください。はい、燃やしてますよ皆さん。タコ鬼を下から熱しております。ゆでタコじゃんかこれどこだろう、当たり判定ここかな。はい、ということで、はい、燃やしてやるぜということでねやられてしまいましたが、タコをですね今茹でておりました。はい、それではね戻っていきましょう。とその前にジェケマルも見ましょうか。うわ、ブルーオーラ持ちやん。ブルーオーラ持ちが一人と、はい、あともう一人のジェケマルはどこに、あ、いた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 。あ、俺っぽいな。ロッカーに隠れておりますね。俺も結構ロッカーに隠れるんですよね。はい、ということで石像のマップになるまでカットしていきたいと思います。カットしていきましょう。カット。はい、ということで皆さん石像がねあるマップに行きました。ということでですね、こっからですね、はい、タコ型宇宙人鬼を閉じ込めていきたいと思います。それではやっていきましょう。さあここのマップですね、俺多分ねこの左上から出現すると思うんですよね。はい、ということで石像ですね動かしていきたいんですが、なんかちょっとみんな動かしてるな。ちょストップ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 。え、みんなたこ焼き食べたくないか。食べたいよな。ちょ待って、動かすな動かすな。あー、めっちゃ動かされてる。ちょっと待って、ちょ何をしてるのよあなたは。ちょっと待って、みんなたこ焼き食べたくないの。え、俺めっちゃ食べたいからさ、みんなのためにねたこ焼き今から作ろうと思ってるんですけど、ちょっと邪魔しないでくれるかな。はい、ということでさあ今のうちにですね動かしていきたいと思います。いや絶対左上から来ると思うんだよね。左上か、左下ですねから来ると思うんですけど、ちょっとね左下にあるこちらのね石像も、上の方に運んでいきたいと思います。やばい、2回目があと10秒ぐらいで出現する。 OKOKOK、 あともう1個。さあいけるか、いけるのか。はい、7 6 5、ナイス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 、燃やしてやるぜ。さあ出現しろ、来い。さあどうだ、来たのか、来てないか。よろしく、燃やせなかったな。あ、そっちかい、そっちに出現かい。まだでもね、チャンスはあります。3体目がですねタコ鬼であればまだねチャンスがあるんですが、いやー、ちょいくっそ惜しかったね。右だ、はあ、あもうダメだこれ、もうダメですね。はい、ということで1試合目はですねこちらタコ鬼をゆでだこですね、燃やすことはできませんでした。悔しいな、めちゃくちゃ惜しかったですね。
右の方に出現するんだね。ちょっと次はさ、右の方にやっていきましょうか。うん、わざわざね、ワードも燃やしてやるぜって設定したんだよ俺。うん、はい、ということでこんだけね、大きいタコがいるんですけど捕まえることはできませんでしたね。くっそー、絶対美味しいと思うんだけどな。硬いけど美味しいと思うんだけどな。危ねー、オッケー、ガスマスクゲットしていか。やられてしまいました。くっそー、マジで。はい、ということで戻っていきましょう。さあ、ということで皆さん、もう一度ね、こちらの石像があるマップにやってきました。先ほどはですね、右側に青鬼が出現したので、今回もですね、こちら右側に設定していきたいと思います。さあ、右側で作っていきましょう。はい、ということで、さあ下側もですね、動かされているので今のうちです。お、デケ丸いんじゃん、よろし。危ねえ、待って、マジかよ。おいおいおい、もうダメやん、もうダメじゃんかよ、マジ。こっから無理かな、こっからもうできることはないかな、どうなんでしょうか。ただこうやってやってさ、こうやってやってこう来た瞬間に閉じ込め、あはは、ジェケ丸に閉じ込められた。ジェケ丸に閉じ込められたんだけど、ちょっと待って、動くことできるが、この試合はもう死んでいくか。おい、お前ジェケ丸とどめ刺しやがったぞ、このジェケ丸。うん、お前いいね、お前やるな、お注射しますわよ。だってお前第二のジェケ丸だな。うん、俺がね、ジェケ丸として活動できなかったら次はお前がやれ。うん、お前面白いぞ。うん、はい、ということでジェケ丸ですね、第二のジェケ丸に、やられてしまいました頑張ってな、ジェケ丸。はい、ということでもう一試合だけね、やっていきたいと思います。さあ、ということで先ほどとはね違うマップなんですが、こちらもですね石像がありますので、今回ですねこちらの試合で終わりにしていきたいと思います。いや、でもね、このマップだと青霧の場所によってはですね、閉じ込めることがちょっとね難しくなってしまうんですが、運よくですね左下から青霧が始まれば右上でですね閉じ込めることができますので、はい、頑張っていきたいと思います。さあ、ちょっとね画面固まってしまっているんですが、動くまでね、待っていきたいと思います。それではね、試合が始まるまでカットしていきましょう。カット。さあ、始まりましたね。よっしゃ、やってやるぜ。ということで皆さん、このマップで青鬼を閉じ込める方法を知っておりますでしょうか。結構ね、知らない人が多いっていうかね、俺は皆さんにね、お見せしたことがないので、あの、わからない人結構多いかもしれないんですけど、実はできるんですよね。はい、ということで今日はですね、その方法を、お伝えしていきたいと思います。まずはこうやってこの下のね石像を左側まで、運びますよね。でですね、この位置に置きます。この位置、うん、この位置に置いたら、次ですね、下に2つ石像があるので、左側をですねこのように設置します。でですね、右側の石像このように設置することによって、青鬼がですねこの間を通った時に閉じ込めることができるんですよね。はい、それではですね、青鬼を誘導していきたいと思います。青霧はどっから始まっているんでしょうか。いたね、いた。オッケーオッケーオッケー。しかもさ、今回さ、あれじゃん、左下からですね霧が始まっているので、いけるかもしれない、皆さん。うん、さあ、ということで捕獲できるかもしれないけど、こっち来てくれ、こっち来てくれ。あ、来た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 。お、いいよいいよいいよ、いいですね。はい、ということでこのままですね、ジェケ丸についてきてくれたら嬉しいんですが、やばい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 、いけるかな、いけるのか。オッケー、さあ来るか、来い来い。あー、来なかったか。ちょっとマジ、ちょマジで、マジで言ってる。うん、さあ、まだね、チャンスはあります、まだチャンスはありますよ。さあ、どこにいるんだ、どこにいるんだ、青鬼来い、青鬼来てくれ。マジで言ってるの、マジで言ってる。あー、ダメか、くっそー、厳しいなこの戦いな。はい、ということで、じゃあもう一試合やっていきたいと思います。それではね、次の試合になるまでカットしていきたいと思います。もう次でラストにしよう。うん、できてもできなくても次でラストにしていきたいと思います。結構運良かったんだけどなー。あ、いけるか、8、7、6、5。いや、無理だなこれ。うん、はい、もう一回やってきます。さあ、ということで閉じ込めでね、一番有名なマップに来ましたよ。はい、ということでやっていきたいと思います。さあ、このマップで閉じ込めることはできるんでしょうか。ちょっとね、俺的にはこのまま固まってボット部屋になった方がね、他の人に邪魔されにくいんで、さあ、このままボット部屋になってくれ。はい、ということでこちらもですね、動くまでカットしていきたいと思います。それではね、カットしていきましょう。カット。今回がラストチャンスでございます。はい、
さあということで始まりました。しかもめっちゃいい位置から始まったじゃん。しかもボット部屋だしマジで嬉しいです。はい、ということでさあ燃やしてやるぜ、燃やしまくってやろうぜ。はい、ということでさあ今のところ青鬼も出現しないですね。あれ、なんか出現のタイミングがおかしくなっているんですが、これはどういうことなんでしょうか。はい、ということで今のうちにですねいろいろ準備しておきましょう。 OK。 さあということでね、何人か閉じ込めてしまったんですが知らねえぜ。うん、さあということで今現在まだね100人いますね。はい、さあまずね1体目2体目がこっからですね出現するのを予想します。で2体目までですね出現しなかった場合は最後この上でですね閉じ込めていきたいと思いますので、さああと30秒の間でですねガスマスクをゲットしていきたいと思います。この試合で、閉じ込めることができなくても今回ですね終わりにしていきたいと思いますので、はい、よかったらぜひね最後まで見ていってくれたら嬉しいです。 OK、 ガスマスク取っていく、順調ですね。さあということでなんかさ人がたくさんいてお祭りっぽくなってきたね。はい、ということでこっからですねお祭りを開始していきたいと思います。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい、これからですねお祭りでたこ焼きを皆さんにお配りしますのでここでお待ちください。さあ来い、たこ、さあどうだ、あー出現しませんでしたね。はい、1体目のタコはですね出現しませんでした。さあ2体目がですねここに出現するまで待っていきたいと思います。はい、ということでやばい、食材が暴れ出してる、まずい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 よ、食材が暴れ出してる、やばいやばいやばい。さあということで残り40秒でですね2体目が出現しますが、これ間に合うからその前にボットたちがやられちゃいそうなんですけどね。はい、ということで、やばいやばい、どうしよう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 。さああと30秒持ちこたえられるか、どうだ。はい、さあここからですね待っていきたいと思います。残り20秒、頑張れみんな頑張れみんな、勝てばですね皆さん青鬼のたこ焼きが食べれるよ、頑張れ。あと10秒、2体目出現するまであと10秒です。さあどうだ、残り人数20人になってまいりました。3、2、1、来い青鬼。ダメか、こっちには出現しませんでしたね。あー上だったか、マジマジかよ、あーやられてしまいました、マジかよ、ここ無理だったか。こっからですね、いやダメか、2体しか出現しませんでしたが、はい、ということで皆さんダメでしたね。いや悔しいな。それでは戻っていきましょう。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。いやね、閉じ込めることができなかったんですけど、この後ですねジェケマル頑張って挑戦しますので、動画の最後にですね閉じ込められた映像を皆さんにお見せしていきたいと思います。このファイヤーマンで閉じ込めてタコ鬼をですね燃やしまくって、その燃やしたねゆでだこでたこ焼きを作って皆さんにあげたいと思いますので、最後まで見ていってください。ということでジェケマルでした、ありがとうございます。失礼します。いや悔しいな。